全くの同級生で似た時代を見てきたのですが、2ちゃんでお世話になりましたが、その当時からこのひろゆきさんはプロセスではなくプロダクトイノベーションを次々生み出す天才と思いましたが、YouTube、Google、Facebook とコミュニティツールは世界中に浸透しましたが、次にひろゆきさんが誰も思いよらないイノベーション案をこっそり教えてください。評価されてないことならやりましたけどね。ペンギン村っていうサービスをやったんですけど、どんなサービスかっていうと、Google の G Suite っていうサービスがもともとありまして、で、ビジネスコースっていうのを申し込むと、ハードディスク、クラウドのハードディスクが無限に使えるんですよ。で、例えばその写真の保存とかって、そのなんかアップルで契約してる人って、なんか iCloud みたいなので、なんか2ギガ毎月500円みたいなのをなんか契約してると思うんですけど、で、あとなんかじゃあ写真とか動画撮りますって家でハードディスクを買って、なんか置いてますって人いるんですけど、僕、今まで撮った写真とか動画って、携帯で全部確認できるんですよ。まあ、PC でも確認できるんですけど、で、それがなんでかっていうと、Google のドライブが無限に使えるので、Google のドライブに全部ぶち込んでるんですよね。なので、まあ、写真やってる人とか動画やってる人とかって、なんか昔これ動画撮ったけど、まあ、家帰ったら探さなきゃとか、写真撮ったけど、ちょっと家帰ったら見せますみたいなんですけど、僕一応全部スマホで出そうというのは出せるんですよ。で、無限に保存できるんですけど、この特権が、今、ないんです。普通には購入不能なんですよ。で、まあ、もともと G Suite の時代って、5人以上で契約しないと、その無限にドライブ使えるっていう権利がなかったんですけど、そのペンギン村っていう形で、あたかもそのストレージのためじゃないかのように G Suite のサービスを使って、結果としてストレージいっぱい使う人がこっそり使うっていうので、まあ、無限に使ってるやつなんですけど、で、その G Suite っていうサービスが今、Google Workspace っていうサービスに名前が変わっていて、もう G Suite の契約はできないんですよ。なので、その昔あった無限に使えるっていうサービスは今表向きなくて、なんか、Google ワークスペースエンタープライズコースっていうところで、なんか、Google と相談をすると、なんか、そういう契約の、あるらしいんですけど、まあ、基本的にはもう買うの不可能なんですよね。で、G Suite だったお客さんは、随時、Google ワークスペースに自動的に、Google ワークスペースビジネスコースに自動的に移行されますってことになってるんですけど、ただし、その Google ワープスペースビジネスコースはユーザー数が300人以下しか使えないんですよ。で、ペンギン村利用者300人以上いるんですよ。なので多分自動移行できないんですよね。っていうので、既得権益がそのまま使えて、ずっと Google のドライブが無限に使えるのではないかという思惑のもとにやってるんですよ。で、これがシステムで、僕コード1行も書いてないですよ。だって G Suite そのままパクって再販してるだけだから。一応未来検索ブラジルっていうところが決済やってるので、その決済周りのコードは、まあ、そのブラジルのスタッフの人が書いてくれたんですけど、なので、自分ではコードを一切書かないで、無限にドライブを使うっていうサービスを作って、僕は、こう、便利に使ってるっていうのなんですけど、という感じで、僕自身が、幸せに過ごすためには、そういうサービスをやったりしました。はい。世間的にはほとんど知られてないと思いますけど。最新持ち29歳です。お金にならない車が好きなものです。やりたいことはやろうと決め、副業しながら400行動。あ、でね、このアイデア実はね、もともと3年前ぐらいに思ってて、で、それをやるためには、その G スイーツの再販をするライセンスをもらうか、もら、あの、さ、えっと、再販のライセンスをもらうと、G スイーツが安く買えるっていうことが分かったので、なので、一番最初に僕がやったことって、Google の試験をいっぱい受けるだったんですよね。Google って、その G スイーツの再販をするための、企業になるための、まあ、申請をするには、その企業で、この試験に受かった人が、なんか、複数人、2人いて、で、なんか、3個ずつ試験受かんなきゃいけないみたいなのがあるんですよ。なので、僕、その試験通ってるんですよ。で、そこでライセンスもらって、で、そのペンギン村の G スイーツの再販ができるようになった状態で、でも、なんか、まあ、いつかやろうかなと思ってほっといたんですけど、で、深津さんだったかな、フラディクトさん。割とそのツイッターで有名な人が、その G スイーツの再販やったら便利なんじゃねっていうのをちらっと書いてるのを見て、あ、これ自分
やらないと先越されるわと思って、要はそのユーザー数がある程度いた方が得なので、なので、あの前倒ししてなんか2年前の12月ぐらいにスタートしたんですよね。なので、あの同じようなことを考えてる人はいたんですけど、あのそのなんか先やっとかないとめんどくさいことになるかなと思って先やったっていうのがあります。ただまあそれより前にそのライセンスを一応あの再販できる事業者になるっていうのはやってたんで、あの一応それよりは先行ってましたよっていう、はい、あの自画自賛